2023年、12月17日、さっきそこまで一定委員会の内容を、再生していて、再び思い出したんですけども、餃子のね、ごめんなさい、ちょっともう手で持っときましょうか。ちょっと揺れますけど、思い出したうちにしっかりと言っておかなきゃなんないから、トップバリュー。178円の値段、あれ明らかに古くなってる。じんましん出る確率かなり高いです。で、元は多分、あれ、無人の餃子店作ったでしょ。あそこの在庫、賞味期限がもう危なくなってるものをトップバリューで流し込んでるでしょ。もうそれやめましょう。無理だから。198円以上は、まだ多分大丈夫。だと思うとしか言えない。これは食料品を扱う人間がしっかりと分かってるかどうかなんですよ、本当に。で、あと、昼間の 30% 引きのお惣菜は、あれ、多分前日のもの。で、前日の夕方に作ったのか、昼間に作ったのか分かんないですけども、あれ、最近、確率、ジンマシン出る確率 100%、あの 30% 引き。もうみんな気をつけた方がいい。少なくとも、神戸市北区の、藤原台のエコールリアの、隣にある、イオンモール。そこはそう。で、これね、みんなこれ聞いたら驚くかもしれませんけども、アイスクリームも冷凍庫に入れっぱなしにしては腐らないって思ってるでしょ。違うから全然。今年の夏、アイスクリームの抹茶のアイスクリームでジンマシン出た。これ昔もそう。覚えてるから。あと思い出したから。昔も無人の餃子店作ったでしょ。もう人がいなかったら無理だから。で、どうせ作るんでしょ。そこで作っていて、お客さん来たらお金の受け渡しを行ってね。ありがとうございました。これしたらいいの。どうせ作るんでしょって。次そこで焼き始めるから。次椅子が増えていくんだけども、ほどほどにしといた方がいい。ただし、金は作っておいた方がいい。売るとき、その持ち帰りで売るところと、その食べるところはちゃんと敷き付けといた方がいい。そこで聞いたからといって、スーパーマーケットでフードコートを作る。あれもうスペースの無駄。無理だから。お弁当はみんな家帰ってから食べるものって分かってるから、あんだけたくさんいろんな人が来るところで食べとられへんか。誰に何言われた？僕じゃないよ。僕はフードコートの話は無理だっていうことを言ってんの。フルーツアパークのバーベキューコーナーで2007年から8年に勤務してた時に誰か言ってたの聞いた従業員が何か言いふらした。違うよ、フードコートの話。横文字入れるから変になる。違う、もうあと保健所も調査能力なくなってるから、パソコン本当は記録しておいて開けたらいいだけ。自分のところのマイパソコン、今までのこと、そしたらどうせ記録出てくるはずだから。それとも、神戸市北区とかの保健所、記録なくしちゃった。26年前も同じこと僕言って、ちゃんと閉店させてるから。あと食品の衛生管理とか直してるから。だけども何年か経過したらすぐこういうことになる。裁判所の記録倒れたらダメ。あれ5年間で証拠とか消滅させられるから、本当に。で、日本の報道機関、10年間で中国のね、いらなくなった書類とか燃やしてるっていうところを放送して、日本人でいろんなやつがそれ文句言い始めるでしょ。中国はむちゃくちゃな国だ、怪しい国だとかコメントするやつはコメントするでしょ。日本の方がひどいから。フィッシング詐欺。テレビ局。あんなに悪いでしょ。なかなかもう日中関係悪くさせようって多分企んでる。ちゃんと言わないと。日本の裁判所なんか5年で廃棄しますよって、中国見てみなさいって、10年間頑張ってますよって、それ
倉庫えらいことになるから、書類の山で。何年から何年の際、証拠出してもらえますかって来られたら、裁判所の。めちゃめちゃ大変。精いっくいと、高い板、押し潰されそうなんか。両腕伸ばして、ちゃんと筋トレしとかないと、それ無理な時は無理だから。もう思った、棚はもう、図書館見たらわかる。棚自体、160センチぐらいまでにしてるから、高さ。積んだ時の高さ、上限、160センチぐらい。自分の腕がどこにあるか見た。これぐらいの高さまでちゃんと力入るの。腕を畳んでる、腕相撲したらわかるでしょ。腕相撲で卑怯なやつ、こう引っ張ってきて、こう、腕を伸ばすでしょ。もうこんなことになったら腕力入らへんから。腕曲がってるから力が入るんです。自分でこうして、わかるわかる。腕相撲しなくていい。別に、本当腕相撲の試合で、本当に筋肉、ものすごい動作した人たちのアームレスリングの試合で、途中で腕ボキーって折れてる人いるか、うわーってこっちも見ていたもん。ごめんなさい、ごめんなさい。笑って言ってしまって、ごめんなさい。本当ご、ごめんなさい。申し訳ない。申し訳ない。もう、多分、その人も、こんなことでお金稼ぎしようとして、俺らは悪かったでええわって、自分たちの所属してる会社が、スポンサー料金とか払って、そういう大会開いていた。そんなお金あるんだったら、そのまま、ね、運輸業とかされてたんでしょ？力仕事積み下ろしとかで。で、そのままボーナスもらってたら早かったわっていう話になってるから。これが本当だ。サッカーとか全部当てはまるから。野球以外全部当てはまる、日本では。多分他の国もそう。一週間に二試合だったら絶対無理、再三合わへんから。満席しても。絶対無理だから。本当に。固定資産税と、あと資産がつくから、球団保有でね、スタジアムしたら、それできないから、みんな。で、した瞬間破産するから、どこの球団も。全部国所有。みんなの税金でスタジアム作って、サッカーしながら金稼ぎさせてくださいって、そんな甘い考え方導入してきて、よくわからない人間が、それ許可出してしまった方、本当に。プロ野球でも、年間ね、130何試合とかして、日本シリーズとか入れたら140試合超えるときは超える。クライマックスシリーズとかあるから。ね。それでも、千葉ロッテマリンスタジアム、球団保有でスタジアムできてません。固定資産税が逃げました。ね。ちゃんとあんな球場一つ何百億円するんだから。返済金につくよ、借りてたら。銀行貸すわけないよ。貸したやつ絶対もう。お前舐めとんのかって、それ会社の中から言われるだけじゃなくて、僕みたいな民間人に絶対言われるから。で、これ言っていいの。言わない人いなくなったら、わからなくなるから。本当に。テレビのニュース見て、あ、稼げてるんだって思って、本当によくわからないで、昔は本当にそれで金貸してしまって、後で大泣きしてるから。三振と以内の請求を弁護士さんにかけられて。本当、その一族絶対もう無理。もう絶対家族関係で、ものすごい喧嘩になるから。こんなお金払えるわけじゃない、払えるわけないじゃないのって。年金もう弁護士さんから聞いたよって。支給始まったら差し押さえられるじゃないって。これは本当の話。世の中想像以上に怖いから。で、保健所の話に戻しますよ。食料品の話。だから保健所、僕は昔そういう行動をしたのに、前もね、保健所から、後から折り返して電話しますって、この間、松屋の話ね、ドレッシング外に置きっぱなし、絶対腐ったもん。僕、もう気がつかないで何回かかけちゃって、サラダがついてきたから生野菜の。冷凍庫入れても腐るのに。その辺出しっぱなしで、持つわけないじゃない。普通に考えたら子供でもわかるって。
腐ることぐらい。保健所から松屋の件折り返し連絡来ない。保健所の人間多分仕事したふりで逃げと。今度時間あるときにかけ直してみたいんですけども、もう自分のことで本当は手いっぱい。ちゃんと民法にあるね、利益を永久的に、そのね、なんて書いてたかな、ちゃんと見ましょうか、ちゃんと見せましょうか、140何条ぐらいのところ、民法の。ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね、まず目次で見るから。まみむねも民法、まみ民法3223、これ忘れてくれないです。3223は各六法全書買った時の年代によって変わるから、ページ数、法律の出し入れしてくるから、本当に法律ね、法律、何々法っていう法律、本当にめちゃくちゃややこしいから、それだと最初から六法全書3出しとけばいいって、ワンセットでって法律の出し入れしてきて困らせようから、相手、あ、これ1だった。なんかおかしいなって思ったんですよ。会社の休憩時間にずっとメモしてるから、ピックアップしてはい、146条逆さになってません？大丈夫？民法の146条、時効の利益の放棄、時効の利益はあらかじめ放棄することができない。そのくせ時効の中断とかややこしいこといらんから、こんな法律、後の法律、時効の中断とか、それ刑事事件、さすがに事件で何十年も経過したら時効させてもらえんかったら、もう僕ら調査能力ないんですで終わらせんかったら無理だから、人間そんなに何百人もそれずっとそんな捜査、本当は俺らも無理やからって、もう正直に言ってくれたらいいで、言ってくれたから、本当はテレビのニュースでそれ何回か放送してもらってるから、え、昔も放送あったんですかって、ありますよって普通に考えたらわかるから余計な法律、これがね、法制とか法学部を出てきた人間のややこしい法律、後のやつ大体いらないじゃないって、切って買わせて金儲けしたろうって行政が考えてしまったが、こんなことになってんの、切って代いらんようにしたいねん、いい雇用助成金とかなくしたいねん、そのお金で切手代を訴訟費用の休日申請を通してきてね、あ、この事件これ本当だったらちゃんと調査してあげなあかんわって、で調査したらいいので、切手代とかも裁判所が一時負担します、相手が悪い、相手が払えなかった、で相手からもいろいろ話を聞く、場合によっては国家賠償法でいいですって、行政が責任持ちますって、これ早いの、なんかこれも神がかり的な力でくくられてるんじゃないかなって僕思うんですよ。これね、いちいち裁判所が断ったりしてきてるその時間とかあるでしょ、さっと受けてさっとそのまま進めた方が多分早いと思う。主任しいらへんいらへん、裁判所裁判官の言い申しだったらそれで届いた時の相手も裁判官からのが来たって、それだけでも慌てるから本当めちゃめちゃ慌てるから、家の中でいろんな人大慌てで探し始めるから、書類の数少なくさせてあげるような形で法律作り直さなかったらダメなんです。もう分かったでしょ、みんなのこの無理な時間、無駄な時間分かったでしょ、絶対そうなるからどこ行っても法律違反ばっかり
訴えなあかんところものすごい働いたところだけであるか。無理やからこんな社会本当に、総理内閣国会議員の方たち、もうこんなわけわからん法律もう片っ端から消してくださいよ。本当にややこしい法律。以上です。